行け、プリンプリンプリン、どこまでもプリンプリン、君と一緒にどこまでもプリンプリン、行く手は広がる夢のよう、どこまで行っても明日がある。中央テレビ略してアル中テレビ、私は花のアナウンサー。え、何？再放送？はいはい、もしもし、再放送？先週金曜日の放送見なかったから再放送？見たけどもう一度見たいから再放送してくれって。あのね、もしもし、プリンプリン物語は NHK の放送なの。だから私の方に、アル中テレビの方にそんなこと言われても困っちゃうんだよね。もしもし、え、何？月の瞳の衛星中継したのはアル中テレビだから責任取れ。だからそんなこと言われてもね、あの、もう本当に、もしもし、もしもし、あー、もう何とかしてくれ。こんにちは、小道具係の斉藤さん。こんにちは、プリンプリンちゃん。うわー、すごい、いろんな小道具がありますね。うわー、懐かしい。今日は550回ですけれど、今までどのくらい小道具を作ったんですか？そうね、だいたい1週間に10点から20点でしょ。だからだいたい1万点前後。その中で一番難しかったのは何ですか？仕掛け物がやっぱし難しいわね。これ覚えてる？モグラベのミニチュアなのよ。でもやっぱし一番難しいのは月の瞳かな。はい、では特別にもう一度見せてもらいましょう。月の瞳の花をどうぞ。暗いところ、真っ暗なところでなければ咲かない不思議な花、幻の花と言われる月の瞳を咲かせた私は、花の研究では世界一の私、デルメン・デルメン教授。私は助手のフラワー。アクション、アクション、アクション、アクション。ありがとう。幻の花、不思議な花、月の瞳を衛星中継で全世界へ。照明さん、明かり、ライト、それいけ。あ、ダメダメ。明るい光に当たると月の瞳はこの通りなんですんじゃよ。ありゃあ、それを先に言ってくれなくちゃ。花のアナウンサーでした。ねえモンキー。キー。なね、あなたのバッグの中に花の種があったのよね。ウィウィ。私たちその種をまいたわ。でもそれが月の瞳の種だったかどうか、今となっては誰にもわからない。うい、私の祖国はどこ？私は何人なの？もしもしもやく、あなたは何人なの？僕はデルデル人。もしもしランカさん、あなたは何人？
私は私は私は騙す苦星人。どうなさいまして、ランカ様。今ここにプリンプリンはいなかったか。プリンセスプリンプリンはいるわけないでしょう。いや、わしは確かに見た彼女の姿を。わしは確かに聞いた彼女の歌を。どんな歌？もしもしランカーさん、あなたは何人ですか。そこでわしは答えた。こうでしょ。私は私はおじいんだ。何？もしもしケチャップくん、あなたは何人なの。決まったらそんなことを。俺は出る出る人。いいな。何が？私が何人ですかって聞くとみんなすぐに答えるわ。当たり前じゃねえか。自分が何人かわからねえやつなんざ世界中にいるわけがねえよ。それがいるのよね。誰さ？私よ。あ、そうか。私知りたいの。自分の祖国がどこなのか、自分の生まれた故郷がどこなのか。いいじゃんかよ、そんなこと。え？どうでもいいじゃん。祖国なんてどこだってさ。そうかな。俺は出る出る人。でもさ、だからってどうなんだよ。出る出る人だからどうこうなんて全然なんともないもんな。私も時々そんな風に思うことがあるわ。祖国がどこだって全然なんともないって。でもやっぱりそうじゃないのよね。知りたいわ私、自分の祖国を。何さに波が寄せるように懐かしさが心を洗う。見知らぬ故郷、私の祖国、果てしない海、その向こうのどこかに限りなく美しく、この上もなく清らかな愛に愛に愛に満たされたところ、それが故郷、私の祖国。どうしたんだよプリンプリン。何をしけた顔して考え込んでるんだよ。ボンボン。ん？あなたにとって祖国って何？ずる。どうしたの？俺急に難しいこと聞かれるとずっこけちゃうんだよな。そんなに難しいこと？うん、だと思うよ。ねボンボン、あなたの思った通りのこと言ってみて。祖国とは、守るものなのだ。それどういうこと？敵がいるだろ。敵？そう、敵がいる。そして敵が攻めてくる。どうして？どうしてって、もうちょっと黙っててくれよ、分かんなくなっちゃうんだから。ごめんなさい、どうぞ。とにかくさ、敵が攻めてくるんだよ。ガン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 、ボンボンボンヒャン、ウィンギュンフワーン。何それ？ウィンギュンフワーンっていうの、これね、原子爆弾、核兵器。ねえ、何が嫌なの？今ちょっと難しい話をしてるんだよ。おさげ、あなたにとって祖国って何？え？祖国？な、俺にも難しい問題なんだよ。ましてお前なんざよ。あんたんさ。え？本当？じゃあなんだ、言ってみろよ。オリンピックさ。優勝すると旗が上がるでしょ。国歌を演奏するでしょ。祖国の旗、うわー、完璧ー、バカー。ねえプリンプリン、
どう思う、おさげの話。ピンとこないのよね。あなたはどう？俺も。キキ、来た来た、キキキ。え？火星人が来た。そうだ、火星人に聞いてみるわ。火星人なら少しはマシなこと答えてくれると思うわ。ウェイウェイキー。ああ、やれやれ。ねえ火星人。はい。私、あなたに聞いてみたいことがあるの。せっかくですが、それは後回しにしましょう。あら、どうして？クイーンが君を探しています。君に話すことがあるそうです。なんだろう、話って。向こうで待ってます。行ってあげてください。うん、分かったわ。行きましょう、モンキー。キーン。で、火星人。何です？君にとって祖国って何？何ですって？祖国？うん、俺たち二人とも聞かれたんだよ、プリンプリンにさ。どう、ママ、まだ痛い？ずいぶん良くなったわよ。でもさ、すげえよな。何が？墜落したヘリコプターの下敷きになったってのに死なねえんでやんの。ママが死ねばいいと思ってるのね。いや、そうじゃないけどさ。ママはね、悪運の強い女よ。あ、いた、たたたたたた。始めたんですか？こうしていると気持ちが落ち着くのよ。子供の頃から旗を折っていたからでしょう、きっと。子供の頃って私くらいの時？いいえ、もっとずっと小さな時から。旗折りがよっぽど好きだったんですね。さあ、どうかしら。じゃあどうして？うちが貧しかったからよ。だから私、子供の頃から。俺、聞いちゃったんだよな、ママの上事をさ。上事なんか言ったのかい？言ったから聞いたのさ。体が痛くてうんうなってた時に、逃がすものか、あの女、死ぬまで苦しむがいい。そんなことを私が。クイーンのことだろ、あの女っていうのはさ。なに、俺には分かってんだ。パパが言ったのかい？自分で言ったのさ。それだけかい、私の上事は。ん？うん、もうちょっとね。ママ、どんなことを言ったの？教えてちょうだい、ケイチャップ。報いを受けるがいい、報いを。あの女も、そしてあの娘も。ママ、あの娘ってのはプリンプリンのことなんだろ？そうなんだろ？でもどうしてなんだよ。どうして報いを受けるがいいなんて言うんだよ。言えよ、説明してくれよ。痛い痛い痛いよ、そんなことしたら。痛い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 。じゃあ話すかい、ママ。なんて子だろう。これじゃまるで拷問じゃないか。マカローニ夫人は私を嫌っています。いいえ、私を憎んでいます。それから私のこともでしょ？そうよ。どうしてなんですか、クイーン。ですから、そのことをこれからお話ししますよ、プリンプリン。私は憎んでいるよ、あの女クイーンを、そしてプリンプリンを。だから、どうして？話してあげようね、ケチャップ。クイーンとマカローニ夫人との間に一体何があったんだろう。知りたいわ、私、自分の祖国を。何さに波が寄せるように、懐かしさが心を洗う。見知らぬ故郷、私の祖国、果てしない海、その向こうのどこかに影
うしたんだよ、プリンプリン。何をしけた顔して考え込んでるんだよ。ボンボン。ん？あなたにとって祖国って何？ずる！どうしたの？俺急に難しいこと聞かれるとずっこけちゃうんだよな。そんなに難しいこと？うん、だと思うよ。ねえ、ボンボン。あなたの思った通りのこと言ってみて。祖国とは、守るものなのだ。それどういうこと？敵がいるだろ。敵？幻の花、不思議な花、月の瞳を衛星中継で全世界へ。照明さん、明かり、ライト、それいけ。あ、ダメダメ。の瞳はこの通りなんですんじゃよ。ありゃあ、それを先に言ってくれなくちゃ。花のアナウンサーでした。ねえモンキー。キー。なね、あなたのバッグの中に花の種があったのよね。ウィウィ。私たちその種をまいたわ。でもそれが月の瞳の種だったかどうか、今となっては誰にもわからない。うい。私の祖国はどこ？私は何人なの？もしもしもやく、あなたは何人なの？僕は出る出る人。私はダマスク星人。だから私の方に、アルチューテレビの方にそんなこと言われても困っちゃうんだよね。もしもし、え、何？月の瞳の衛星中継したのはアルチューテレビだから責任取れ。だからそんなこと言われてもね、もう本当に、もしもし、もしもし、もう何とかしてくれ。こんにちは、小道具係の斉藤さん。こんにちは、プリンプリンちゃん。わあ、すごい、いろんな小道具がありますね。うわあ、懐かしい。今日は550回ですけれど、今までどのくらい小道具を作ったんですか？そうね、だいたい1週間に10点から20点でしょ。だからだいたい1万点前後。その中で一番難しかったのは何ですか？仕掛け物がやっぱし難しいわね。これ覚えてる？モグラベのミニチュアなのよ。でもやっぱし一番難しいのは月の瞳かな。はい、では特別にもう一度見せてもらいましょう。月の瞳の花をどうぞ。暗いところ、真っ暗なところでなければ咲かない不思議な花、幻の花と言われる月の瞳を咲かせた私は、花の研究では世界一の私、デルメンデルメン教授。私は助手のフラワー。アクション。ありがとう。ワンツーワンツースリーフォー。ピン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 、それ行け。
こちらあるとこ中央テレビ略してアルチューテレビ私は花のアナウンサー。え、何？再放送？はいはい、もしもし、再放送？先週金曜日の放送見なかったから再放送？見たけどもう一度見たいから再放送してくれって。あのね、もしもし、プリンプリン物語は NHK の放送なの。どうなさいまして、ランカ様。今ここにプリンプリンはいなかったか。プリンセスプリンプリンはいるわけないでしょう。いや、わしは確かに見た彼女の姿を。わしは確かに聞いた彼女の歌を。どんな歌？もしもしランカーさん、あなたは何人ですか。そこでわしは答えた。こうでしょ。私はおじいんだ。なに？もしもしケチャップくん、あなたは何人なの。決まったらそんなこと。俺は出る出る人。いいな。何が？私が何人ですかって聞くとみんなすぐに答えるわ。当たり前じゃねえか。自分が何人かわからねえやつなんざ世界中にいるわけがねえよ。それがいるのよね。誰さ？私よ。あ、そうか。私知りたいの。自分の祖国がどこなのか、自分の生まれた故郷がどこなのか。いいじゃんかよ、そんなこと。え？どうでもいいじゃん。祖国なんてどこだってさ。そうかな。俺は出る出る人。でもさ、だからってどうなんだよ。出る出る人だからどうこうなんて全然なんともないもんな。私も時々そんな風に思うことがあるわ。祖国がどこだって全然なんともないって。でもやっぱりそうじゃないのよね。